ようこそ。ファンケル大人の目お悩み相談所へ。私がトータルケアー王です。大人の目のお悩みは大人の私にお任せください。今日はどうなさいました？最近目の疲れを感じたり、細かい字がぼやけたり。なるほど。日頃のアイケアを見直す必要がありそうですね。日頃のアイケアはどんな？ちゃんとやってますよ。レッツチェック。マッサージしたり、ホットタオルしたり、ブルーライトカットメガネをかけたりね。では内側からケアしたことは？え、内側から？年齢を重ね、手元のピントが合わせにくくなると毛様体筋の緊張状態が続き、目は疲れを感じやすくなります。へー。またはっきりと見る力を支えるルテイン、ゼアキサンチンは40代からガクッと減少しているんです。そうなんだ。年齢とともに大人の目の悩みは複合的になります。そこで遠近。遠近は4つの機能でトータルケア。遠近に配合されているアスタキサンチンには手元のピント調節力を維持し、目の疲労感を軽減することが報告されています。ルテイン、ゼアキサンチンにはぼやけを緩和し、はっきりと見る力をサポートすることが報告されています。複合的な大人の目の悩みにはその都度対処するだけでは足りません。なるほど。だから内側からのケアが大切なんだ。そうなんです。遠近なら毎日の食事だけでは補えない成分を1日1粒で手軽にケアできますよ。つまり遠近はあなたの見たいを全力で応援します。そのポーズは？トータルケアのトです。ああ、4つの機能でトータルケア。ファンケルの遠近。ずっとはっきりと。